ニュージャパンワールドな、よいしょ。さて皆さん、今日はね、ぜひしっかりと最後まで見てもらいたいです。この後6月14から23まで後楽園ホール大会5大会ありますね。でこの前のニュージャパンワールドナウで私説明しましたけれども、この5大会全てで第1試合第2試合にヤングライオンのシングルマッチ VS トップレスラーっていうのが組まれてるわけですね。そんな楽しみなこの5大会に向けて、我々辻選手、上村選手にインタビューをしております。ということで今日はですね、辻選手がどんな思いでこの5大会を迎えていくのか、そして対戦相手、特にね、初日は棚橋選手と戦うわけですから、どんな今思いを抱えているのかというのをお聞きいただければと思います。それではどうぞ。正直に嬉しいですね。僕この前4戦やって、その後出てる上ではシングルが組まれてなかったんで、コメントでこういうのは7番勝負だからあと3戦やらせてくれっていうふうに会社に訴えたんですよ。そしたら3戦どころか、はい、もっと多く組んでくれたんでまあラッキーじゃないですけど、はい、とっても嬉しいですね。今年の目標もヤングラインを卒業するっていうことなんで、まあ普通だと海外に行って経験積んでから帰ってくるっていうのがいつものパターンだと思うんですけど、この情勢なんでそういうのもできないっていうのも自分の中で分かってるんで、このシングルマッチを得てヤングライオンから一歩足を踏み出していければいいなと思ってますね。棚橋さんは僕がプロレスラーになるきっかけをくれた人なので、とても感慨深いですね僕もともとプロレスが好きでよく見てて、大学が自由が丘駅を使ってたんですよね、通う時。それでたまたま棚橋さんにお会いして、で写真撮ってくださいって言って撮ってもらって、その時に僕アメフトやってたんで、ちょっとガタイが良くて、ガタイいいね、プロレスやらんのっていう風に言ってもらって、それがきっかけでこの世界に入りました。ずっと戦いたいと思ってたんですけど、今は付き人もやらせていただいてるので、なんて言うんですかね少し複雑な気持ちはあります。ずっと目標にしてきた人物なんで、師匠ですね。棚橋さんが昔声をかけてくれた大学生だった青年がここまで成長したっていうのを見せていきたいですね。ある意味恩返し的な意味を込めて戦いたいと思ってます。太一さんは、まあ、愛を捨てた聖帝と言われてるわけですけれども、僕は愛のある師匠にここまで育ててもらった人なので、愛を胸に戦っていきたいと思ってますね。それにこの前の3月ニュージャパンカップの時に、まあ、タッグマッチなんですけど戦って、デンジャースバックドロップで一撃で KO を食らってしまったんで、その時の会を返したいと思ってます。いや、緊張しますよね。岡田さんってその戦う前からのその普段からオーラがすごいんで、そこでも緊張しますし、僕の今の年の時に岡田さんはもうチャンピオンになってたわけじゃないですか。帰ってきてチャンピオンになって G1 も取って、でそうやって比べるとやっぱり昔の岡田さんにジェラシーを感じますね。スターダムを駆け上っていった岡田さんに対して、ヤングライオンのままジレンマを抱えながら戦っている自分と比べてしまいますよね。それに今のヤングライオンはレベルが違うんだぞということを僕は見せつけたいですね。そうですね、僕は、まあ、こんなこと言うのもあれなんですけど、レスリングのバックボーンがないんで、もちろん新日本の道場で基本はやってるんですけど、やっぱりそのどうしてもグラウンドが得意じゃないですか、ザック・セイバージュニア選手。そうなると僕にとっては一番戦いにくい相手なのかなっていうふうに思っていて、なるべくグラウンドに持ち込まれないような戦い方をしたいと思ってますね。体格では僕の方が勝ってると思うんで、そこで勝負していきたいと思います。そうですね、もしそういうことが起これば上村さんもザックさん、タイツさんとやるじゃないですか。
なんで上村さんと僕で挑戦させていただければと思います。そうですね、グレート・オーカーンも因縁深い選手というか、まあ彼はどう思ってるかわからないですけど、僕にとってはとても因縁深い選手で、まあ、さっきも話したんですけど、僕レスリングやってなかったんで、道場に入った時やっぱりそこで少しつまずいたんですよね。仮にオーカーンが岡さんだった場合の話なんですけど、岡さんは僕が練習生の頃レスリングとかグラウンドの練習でいつも教えてくれてたんですよね。でデビュー戦の相手も務めてくれた相手ですし、同じ師匠棚橋さんに付き人なので、僕にとっては彼と戦うことは宿命だと思ってます。やっぱり棚橋さんですね、僕がプロレスラーになったきっかけの人物でもあるので、そこでいい結果を残せれば後にも勢いづけると思うんで、やっぱ初戦の棚橋さん本気でぶつかっていきたいと思ってます。それに僕は3年間棚橋さんの付き人をしてるんで、棚橋さんの試合を誰よりも近くで見ているので、得意も不得意も全部知っているつもりなので、